今日は透明な液体を使った不思議な現象をお見せしましょう。こちらの透明な液体が入っている容器、中に何も入っていないように見えますが、何か出てきた。ガラスでできたネズミが出てきました。もう一度透明な液体の中に入れると、見えなくなり消えてしまったように見えます。なぜ液体の中にガラスを入れると見えなくなるのか、仕組みを解説しましょう。透明なものを光が通過すると光は曲がります。これを屈折といって、屈折が起こることで私たちは透明なものでも見ることができるのです。光がどのくらい曲がるかを表した数値を屈折率といい、物質によって屈折率は違います。しかし屈折率が同じ物質同士では屈折が起こらないのです。ガラスのネズミと液体の屈折率は同じなので屈折が起こらず、入れたネズミは見えなくなったというわけなんです。この液体はエタノールとベンジルアルコールを混ぜたものです。ガラスより屈折率が小さいエタノールの中ではガラスは見えます。一方、ガラスより屈折率が大きいベンジルアルコールの中でもガラスは見えます。ところがこの2つの液体をある割合で混ぜるとガラスの屈折率と同じになり、ネズミは見えなくなるんです。つまり屈折率の異なる液体を混ぜることで屈折率を変えることができるんです。同じような実験が身近なものでもできます。こちらの液体の中には何も入っていないように見えますが、実は透明なゼリーが入っていました。この液体は水にガムシロップを混ぜたもの。ゼリーと屈折率が同じになるよう調整すればゼリーが見えなくなるのです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーね。